おいた、飲んでる一人で。おい。ガラリー、酔っ払っちゃったかも。うん、その喋り方は酔っ払ってるわ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、もうね、時間がだいぶ。倒れた。ほら、腹が減ってもう歩けないぞ。あ、でももうちょうど、晩ご飯ぐらいの時間になるんやないん。ふふい。しんのすけ、どこ行ってたの？心配したわよ。そんなに心配してそうな顔にも見えんけどね。あ、でもまだ結構あるんかな。結構ありそうな感じがする。実は、私ね、前回映した時から、結構時間が経っとって、何をやったんかよく覚えてない上に、セーブデータが飛んどったけん、同じところまで進めてきたんやけど。ゆゆこおばちゃん！しんちゃん！この辺のクエストをやっていきよったんかな。え？ヤマメを一匹。あ、でもな、今から出かけてもなんか、時間が。時間が。あ、これ。取れるやつよね。シソを手に入れた。なんかその辺シソぐらいしか生えてなくない？川まで行ったら、時間経ちすぎるかな。だまー。え、偉大さを感じない？なんで？何が？って思うけど多分、前回話しとったやつの続きなんやろうね。いっぺんに話せよ。ほら、もう時間が。ここからは降りていけんのやったっけ？いけんのやったっけ？川へはどこから行けばよろしいのかしら。なんかこれね、画面が切り替わるたびに時間が進んでいきよるけんさ。こっち行ったら戻るんかな。川んとこ行くんかな。川のところではあるけど、あ、もう時間が。てか戻ってきたんですけど。一周して戻ってきたんですけど。ん？毎回着てる服が違う。あの、見たことあるような顔っていう人、酔ったやつやんね。ほら、もう、待って、こっちから出てったらいけるんかな。ん？同じ場所に出てきたような気がする。はぁ、川にたどり着けねえじゃ、私。私。ほら、白に迎えに来てもらったけど、白はどうやってここまで来たんだ？いつの話だよ。前の日の話か？汚れたスニーカー。きっとこの家の人の誰かのなんだろう。もうそろそろ晩ご飯じゃない？お？いつの間に？そろそろ晩ご飯だぞ。びっくりした。よね、そろそろ晩ご飯やね。仕事から帰ってきたんかな？いただきます。いただきます。いただきます。美味しそうだな。何の肉かわからんけど、めっちゃ丸々とした肉が。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。えらい。ひまちゃんもちゃんとやりよる。何？あ、びっくりした。お風呂か。なるほどね。夜は外に出ちゃダメよ。出たいときはママも行くから声をかけてね。でもいつもしんちゃん夜でも普通に出て行けるけどね。まあ私がおかしいんやけど。それにしても今日は暑かったわね。今からみんなで夕涼みに行こうか。賛成。夕涼みって何？いいね。なんかちょっと涼しそうに見えるもんな。夕涼みっていうのはこうやって夕方とか夜に外に出かけて涼しくなることよ。捨てられちゃうことだぞ。なぜ？それは夕涼みじゃなくて用済み。へえ、だからなんでわかるんだそういうの。ここは星がたくさん見えていいな。春日部じゃこうはいかないもんな。なんかそのしかしこの幸せな時間は何か不安なナレーションが。あの、都会とかで空を見上げたりとかしたことがないけんよくわからんけど、どうなん？本当に見えんもんなん星って。いや別に地元、ね、自分が住んでるところで空を見上げたら普通に星は見えるけど、
でも多分山の方に行ったらもっと見えるよね。え、てか何何なんかめっちゃ普通に見よったけど。恐竜？お、なんだあれは。大きな影。え、影？はっきり見えてますけど。大きな足音。ちょっともう距離感がよくわからんねえけど。アクション仮面。どういう距離感で話しようかがわからんねえけど。何怪獣？よね。母ちゃんの体重は60キロだぞ。なぜそれを明かしたの？そんなにないわよ。ピンポンピンポンじゃない。体重じゃなくて怪獣。巨大怪獣だ。あのおじさんって空港におった人やないん？その巨大な黒いシルエットを見上げて高笑いしていたのは、ね、恐竜を復活させ駅で謎のカメラを発明みたいな、あの怪しい男なのでした。空港じゃなくて駅やったっけ？そっか、もうなんかイメージ的にさ、ああいう場所って空港っていうイメージがあるけ。そっか、新幹線で来たんやつ、ね、我が名は悪の博士、発明家であり、そして史上最強のマッドサイエンティストなのだ。自分で言うのか。何それ。自分で言うことかしら。うん、思ったよそれは。自分で言わずに誰が言う。ってことは客観的に見れば違うということだ。我が名に連れてきたのは怪獣ではない、白亜紀の恐竜だ。うんうん、私はついによみがえらせたんやね。タイムマシンを発明した。え、そういうこと？あ、よみがえらせたわけではなく、これで世間の連中も連れてきたってこと。この才能を無視するわけにはいかないだろう。まあそれが本当であるなら。え、なに、こんだけ騒ぎよったのにずっと来てなかったの君たちは。絶句って言う人初めて見たけど。村の怪獣、シリマルたちも大きくしてほしいぞ。みんな大きくしなくていいよ。怖がれ。どう見ても怖がってないやん。恐怖におののけ。巨大な力の前にひれ伏すのだ。え、別に操りよるわけじゃないんやろ。このおじいさんの言うことは聞くの。巨大生物現る、終了、唐突な終わりやね。え、終了この状態で。え、ちょっと待って、みんな固まってますけど、何ですかこれは。コントか何かですか。大成功。ドッキリ、どんやー。反応がいいね。やー、二人揃って。ひぃー！ひぃー！しんちゃんだけすごいなんか冷静な感じで。恐竜とお話はできないんすか？お、できないね。じゃあ、アゲハチを取っとこうっと。うふい！待って、終了って言われてもどうすんの？戻るんすかこれ。な、え、あの騒ぎの中めっちゃ普通に。読み聞かせしよるけど、絵本の。親切な友達の忠告は全く。この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、民放カレーの銀河さんは知ってる？誰もいない。知ってるけど、あの人時々忍者の格好になるんだけど、誰にも正体がバレてないと思ってるのよ。浅はかよね。そういうませた言葉遣いもねねちゃんっぽい感じやね。ヒリヒリチクチク。てか正体って何？正体は普通の人でしょ。知ってるかい？この町の近くには江戸時代の有名な水道橋があるんだよ。だからとってもすごいんだ。水道橋って何？水道橋って何？わからないんだけど。みんな、おー、ずっと固まってる。ずっと固まってるよ。てかあれよね、時間表記とかもないんやけど、おー、通り過ぎてこれた。まさかの通り過ぎてこれた。あ、見よんや、この二人は。ちゃんと、ちゃんとっていうか、これはやばい。うん、やばいよね。やばすぎるよね。この二人はちゃんとなんか反応を示しとるっぽい。え、てかさ、これこそ、ん、今なんかなかった？これイエーイ、こごみやった。え、これこそさ、あの新聞記事にできるんやない？ちょっと待って。何回も何回も。お、てか時間表記出たやん。さっきまでなかったよね。あった？ちょ、これを、これを伝えに、あ、でももうすでにおらんか、ここには。く、いない。ということは、あれ？そういえばおじさん、出てきてなかったよね。
え、家にいるんすか、もしかして普通に家にいるんすか、あのさ、浮いた飲んでる一人でおい、ガナリ酔っ払っちゃったかな。うん、その喋り方酔っ払ってるわえ、なんちゃって本当に酔っ払ってると思った、ゲップ。おっと、こりゃ失礼。今日はどんな記事ができた。おお、急に冷静になった。見て見て、これはギリギリな記事だなギリギリ。え、てかここでも見てくれるの。しんのすけ記者の記事による新規契約数は80人、お小遣い60円をもらった。ありがとうございます。恐竜のこと記事にしなよ、なんで書いてないん出来上がった記事は新聞社に来たら見せてあげよう。では、しんのすけ記者、よろしくお願いしますね。了解です。みんなずっと外におるやん。ほら、驚いて固まったまま。ねえ、シロや。シロには見えてるかい、あれがちゃんと。きっちり見えているかい。しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。今2階に上がろうとしたところだよ。はい中にあるミンミンゼミ、そう、いろんな虫もね、撮ったんよ、動画外で。おめめぐるぐる偉大なララコ、偉大なララコ。でも多分これ前回映した時にあったんじゃないかなと思うんやけど。マメコガネ、美味しい植物が大好きで農家さんたちには嫌われがち。お、目標達成、モンシロチョウ5匹も集めたよ。目標達成、モンシロチョウ超頑張って5匹も集めたよ。お、頑張りがプラスされとる、なんかダンシングジローでカンタムロボを見つけた。ダンシングジローでぐるぐる回るカンタムロボを見つけた。お、加わったよ。夕涼みをしていたら巨大生物が現れた。てか顔出てなかったね、首までしか。巨大生物が現れた。体重？怪獣？どっちがどっち？この町には江戸時代の水道橋があるらしい。そして小ゴミ。最後平和。小ゴミを手に入れた。恐竜時代からあるシダ類の仲間だよ。確かに恐竜の時代なんかこういう感じのくるくるした植物。なんか漫画とかで見たことある気がする。みんななんかいつの間にか戻ってきたのね。おやすみなさい。なんかすごい平和な感じになっとるけど、あの恐竜は一体どうなったんすか？どうなったんすか？なんかね、何事もなかったかのように、平和に寝出しよるけど。連れて帰ったんかな？次の日もおるんかな？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、なんかよくわからん状態のまんま、ね、何事もなかった風に終わったけど、あの恐竜はあの後一体どこに行ったんか、連れて帰ったんかな、ずっとそのままそこにおるんかな、次の日も。気になる。